ご飯派だからおにぎりなんて、何それ、給食みたいな感じ？何派みたいなのやってんの今、もしかして。これは「パンとご飯ある、ご飯ですね」稽古とかいろいろ頑張ってます。イエーイ。ちらは野菜チップス。マジ食べ過ぎだからよくない。足日頑張ってます。本当もういい舞台だと私は思いますので、ぜひ来てください。ぜひ。あとね、ちょっと踊ったりもするしね。ちょっとだけど。お花見してないんですよ。してないんですよ、それが。してないけど、今日、ちょっとお花を見てきた。皇居とかの、周りを。皇居とかの周りをね。桜咲いてるじゃん。ちょっと見て。今日のです、今日の。今日用事があった後に。マブダチと。交流して、で本当はなんかその桜祭りみたいなのを今日までライトアップやってますみたいな、でそこまで行こうとしたんですけど、なんか東京駅側から逆サイドだったから、って言いながら歩いてたら、皇居の中にちょっとなんか穴場みたいな場所があって。なんとか桜門口みたいな。で、そこで見つけて、え、桜咲いてんじゃん、穴場じゃんって言って写真撮ったぐらい。そう。桜田門あるよね。そう。そこ。ここでちょっと写真撮ったぐらいかな。でも今日私初めて桜見た、今シーズン。東京住みたいんだけど、家賃とこう生活費最低どのくらいかかりますか。いや、わかんないな私は。ほんと、しかも場所によると思う。本当に東京もそうだし、全国どこでもだけど。え、そう、一瞬で散りそう。マジさ、どうしよう。友達、マブダチと、15あたりに桜見に行きたいね、ピクニックしたいねとか言ってたけど、明日、明後日雨じゃねえみたいな話してたの。
雨で全部落ちるっていうね、絶対そうなる。しかもすんごい咲いてたし、今日満開じゃんみたいな。最悪、桜全然楽しんでない今年。でもいい写真もいっぱい撮れたから、ツイッターじゃない、インスタに載せますね、後で。じゃあ、あ、今日は歌ってやん、歌って、もうなんか12時半ぐらいにはみんなで寝ようぜの作戦でいこう。いつも遅いからうちら寝るの。とりあえず人参食べるね。うん、じゃがいももいただく。さっと歌って、さっと、いいよ。そう、新生活ってマジできついよね。うん、元気の出る曲リクエスト待ってます。何が元気出るんだみんな。最近すごいです、すごい食べてる気がする。春だからなんかすんごい食べてるし、すんごい眠いんだよねって思ったら、低血糖じゃねって言われて、友達から低血糖って言って調べたら、体がだるいみたいな、眠い、ずっと眠いみたいな、すごい食べちゃうみたいな、どうしたんすかってなって、ラムネとか炭酸を最近食べてます。最近っていうか、まあ昨日だけ。スモールは最強説歌えるかな。確かにこれはマジで好き。だるもー、寿司 M のやつ出るかな。いっせーのでさあさあ、つもの石川つもの最強説。最高な一日でも最低な一日でもお疲れ様、明日もきっともっといい日になるよ。運命の恋に落ちたり、長年の夢となったり、なんだってできそう。じゃあ根拠なんてないけど間違いない。
チすべてばらめたふに聞いて交渉しちゃうくらい行きたいよ欲張りだもカモン皆さん前向いてこうぜ君最強コース最強で新しい自分にハローハロー何を言われたってとがっていいじゃん猛烈にもくせぬちゃおちゃおティモティモティモの最強性無限の可能性にハローハローやりたいことときめき未来証明するわが毎日なら最長も毎日でしょ全てのこと意味があると思える時が来るよ運命の恋じゃなくても夢なんて叶わなくても全力でぶつかって一つでも学べたら超的じゃん長い目で見て失敗なんてないから笑われるくらいでちょうどいい伸びしろだね深いところ的なしさみーちゃんまた最強コーチやばいつもつもつもの最強説素晴らしい世界に難しい話はどうだっていいじゃん生きているだけでワクワクつもつもつもの最強説予想外の出会いにハローハローと行きましょうありがとうだよ酸いも甘いみんなで大きく手を叩こうみんなの心を合わせたら超フルパワーでマックス叫べ勇気やる気勇気人気友情感謝いい感じ しかないこの人生とても楽しいはずでしょでしょいつだって未来を信じているの期待したってもいいじゃないよね行くぜトゥモトゥモトゥモの最強説新しい自分にハローハロー何を言われたってどうだっていいじゃん猛烈にもっと攻めちゃおうちゃおうトゥモトゥモトゥモの最強説無限の可能性にハローハローそんなもんじゃない暴れ足りないやりたいこと全部やっちゃおうときめき未来証明するわ Happy New Day どんどんつまの一生つまの最強戦恋どんどんつまの最強戦恋上がんのみんな レッドブル飲んだ？え、翼見える？元気が出る曲？こういう時はね、ネットに頼るんだよ。負けないでじゃない？1位嵐さんのハピネス
2位負けないで、サードさんの負けないで、3位マリーゴールド、4位ウルフルズさんのガッツだぜ、5位ハピネス、愛さんのハピネス、6位安室奈美恵さんのヒーロー、7位オフィシャルヒゲダンディズムさんのアイラブ、8位生き物がかりさんのエール、9位上を向いて歩こう、すごいな確かに、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、ふとした瞬間に視線がぶつかる、幸せのときめき覚えているでしょう、走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ、追いかけて遥かな夢を、だって最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ、追いかけて遥かな夢を、負けないでほらそこにゴールが近づいてる、どんなに
ないわ。僕のエール探したんだけれど、僕のエール、声を枯らしながら君に向かって叫んだよ、届けファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう、ファイト、冷たい
ヒールを聞こう。ハピネス、ハピネスいいね、確かに。なー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 い、はい、余裕がなくて、あれ、うん、あれだっけ、川原いさきは雰囲気がいい。あ、本当ですか。嬉しいです。わかる、雰囲気いいよね、雰囲気。おい、雰囲気だけみたいなコメントすなね。私も聞きたい、アーカイブ、めいこさんの。あ、あ、あ、余裕がなくて優しくなれない、そんな時でもちゃんと分かってくれてる人がいる、周りを見渡せばいろんなドラマでも嫌なニュースだけじゃないの、 no, 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 no.
ち向いて君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる君が笑えば全てが良くなるこの手でその手でつながるしてる時間を特別だとか思ってなかったでも一人になった時なんか分かった気がした一緒にいれることも幸せ本当に君に会えてよかったどんなに嫌な一日だって最高になっちゃうこの星降る夜も一緒に眺めてたい、yeah! 君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる君が笑えば全てが良くなるに言っておマジで私は最強でもちょっと待ってね私は最強ん新時代私は最強ブルーバードは私サビしか知らないんだけどサビだけでいいサビだけでいいじ
ゃあその3曲ぐらい歌ったら終わりますか。あるかな、ブルーバード。よし、羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
まだ次どうしようと思ってたらサビ始まったからとりあえず歌っといた。ありがとうございます。そう、この音域得意なんですよとかさ、アルボンさんも初見でリクエストありがとうございました。うん、全然歌えてないかもだけど。ナルト、ナルト、私ナルトのエピソードで一番好きなエピソードがあって、そのエピソードってその話のアニメの話とかじゃなくて、どっかあの天皇陛下がどっかの国に行かれたんですよ。行って、ん、日本語学校みたいなところに行かれた時に、生徒さんがあのアニメ好きなアニメで僕はナルトが好きですって言ったんだって陛下に。そしたら天皇陛下が僕はナルヒトですっていうジョークを言われたっていうエピソードが、まあ本当に大好きです。なんかあーってジョークも言えちゃう方なんだと思ってね、感銘を受けました。私もう勝てっこない、誰も勝てない。私はなる人ですってねおっしゃったらしい。本当にシン時代私は最強で終わります。やばい。新時代はこの未来だ、世界中を全部変えてしまえば、変えてしまえば、
パレス。私は最強。佐賀行ってきました。佐賀最高。ありがとうございます。佐賀県はいいですよ、本当に。じゃあ最後かな、これが。
そんじゃ終わりますかね。はい、ということでランキング見ます。13位ケンジさん、12位タンポポさん、11位エンチョさん、10位オニオンナイトさん、9位ヨコヨさん、8位つむじかじさん、7位キミユコさん、6位マサカズさん、5位ハルボンさん、4位ボルトマーさん、3位マナちゃん、2位オムライスさん、ミスターのま、1位アムネさん。ミスター最高でした。歌いたいものを歌えばいいんだよね。好きな、いや、ありがとうございます。皆様もありがとうございました。いっぱいギフトありがとうございます。ありがとう。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。明日から新生活の皆さん、明日から社会人の皆さんね、周りにいらっしゃると思いますしね、なんなら何ならね、後輩がいっぱい入ってくる方もいらっしゃるとは思いますが、人には人の乳酸菌という言葉を大事に頑張って、そして優しく、そして多様性を大事に頑張っていきましょう。なんかゴミが崩れちゃった。じゃあ終わりまーす。ありがとうございました。舞台も待ってます。今ならって、そう、インスタにもね書いたんですが、キャスト別ブロマイドがもらえる日であったり、アフターイベントでね、アフターイベント、お見送り会とかアフタートークだったり、前売り券をご購入いただいた皆様、お客様全員にね、非売品ブラマイド写真、これはなんて言うんだろう、予約してくださった時に設定していただいた推しみたいな、前売りチケットのね、選択キャストの絵柄になりますけれども、よろしくお願いします。それではお待ちしてます。ちなみにこういう男の子をね、今回やりますので、お待ちください。じゃあおやすみなさい。早く寝ましょう皆さん。